ミュンヘン・トロイ・ヒトリンゲン線は、バイエルン州の州都であるミュンヘンとミッテル・フランケン、地方のトロイ・ヒトリンゲンを結ぶ、幹線鉄道である。特にミュンヘン・インゴルシュタット北駅区間は、ニュルンベルク・ミュンヘン高速線の改良区間にあたる。この路線は、全区間にかけて、複線線路と電車線で構成され、主な経由地は、ダッハウ、プファフェン方ン、インゴルシュタット、アイヒシュテットである。 ミュンヘン・トロイ・ヒトリンゲム線はミュンヘン中央駅からライム駅まで西の向こうに伸びて列車は曲線で方向を転換してオーバーメンチングに進入する。走車場であるミュンヘン機体機はミュンヘン環状線の連結線を通じて接続可能である。列車は続いてカールスフェルトの市境界線を通過してダッハウ駅に至る。そこでダッハウアルトミュンスター線が分岐して 列車は移設区間を経てペタースハウゼンへ向かう。S バーン観光線はミュンヘン・ペタースハウゼン区間でこの路線と並行する。この路線は緩慢な曲線でライハーツハウゼンを経てプファフェン方ンに至る。列車は続いて北東方向でロールバッハへ走行してそこで西北側に曲がる。この路線はライハーツ方ンで北の方向に曲がって インゴルシュタット中央駅に至る。駅の南側には、レーゲンスブルクインゴルシュタット線及びパール国線は、この路線に合流する。列車は、ドナウ川鉄道橋を通過して北駅に向かう。列車は、インゴルシュタット北駅を出発して、アイヒシュテット駅まで、北西側方向で走行する。その駅ではまず高速線と、産業団地へ伸びる旧インゴルシュタットリーデンブルク。 線が分岐する。アイヒシュテッド駅は、市の行政区画であるバサーツェル町にあり、その駅とアイヒシュテッド市街駅を、アイヒシュテッド・バイルングリース線が盲長線として結ぶ。この路線は、アイヒシュテッド駅から、アルトミュール側と並行している。狭い上流地帯のためこの路線の経路は、曲線が多くて、アイヒシュテッド・ドルンシュタイン区間では2つの、 約180度のループ線がある。列車はドルンシュタイン駅からアルトミュール川をたびたび渡る。その区間では不要な橋の建設を避けるために川の流路が変更され、岩に霧同士が爆破で作られた。この路線はキルヒベルクトンネル、エスリンガーベルクトンネル及びペアラッハやマッソの通り道でアルトミュール川の流路より短い経路を取る。 トリーヒトリンゲン駅に到着する寸前に列車はモエーレン・オガワ場の構成桁橋を通過する。最後にトロイヒトリンゲン・ドナウベルト線がこの路線と合流する。ミュンヘン・インゴルシュタット区間では主信号機、遠方信号機及び複合信号機システムがミュンヘン中央駅基準6.8から 38.7km 区間では連続列車制御装置が設置されている。 ダッハウ・ライヒアーツホーフェン区間の制御システムは、ダッハウ駅、プファフェンホーフェン駅及び旧ライヒアーツホーフェン駅を、例外として、ミュンヘンム運転指令所を通じて統制されている。列車と電子連動装置との通信の目的で、鉄道用全域移動通信システムが2007年から使用されている。経済学者、フリードリッヒリストは1833年全国の 鉄道路線図を提案して、この中でアルトミュール鉄道をミュンヘン・インゴルシュタット・ニュルンベルク経路として紹介した。この計画は25年後、アイヒシュテット行政官たちにより採択された。地域の経済的な好転は貨物輸送により保障され、ゾルン、方辺及びアイヒシュテット周辺の採石場や成功工場に特に有利であった。 インゴルシュタットとロイヒトリンゲン区間沿線の地域、共同体と企業は、アルトミュール鉄道建設委員会を設立して、鉄道建設をルートビヒ一世に何度も陳情した。1849年ミュンヘン・ニュルンベルク間は、ルートビヒ南北線の開通により、鉄道で連結された。しかし、路線距離はミュンヘン・アウクスブルク間を合わせて 232km だった。 経済的、技術的な理由から二つの都市を直接連結する、新鮮の必要性が台頭した。1863年10月ミュンヘン、インゴルシュタット間の鉄道建設が、バイエルン政府から許可されたが、工事はとてもゆっくり進んだ。それでインゴルシュタットの始業政府は1865年鉄道建設の支援をもらう目的で、国王に施設団を派遣した。 1867年11月14日、ミュンヘイ・インゴルシュタット区間が開通された。アンスバッファ・グンツェンハウゼン区間の賃貸鉄道が、トロイヒトリンゲンまで延長されて、時に委員会の主張が力を取るのができた。主な論争点は、アイヒシュテットの連結問題とプラインフェルト及び、グンツェンハウゼンの連結方法であった。当時王室高級エンジニアであったバルベはいくつの、 路線候補を検討して、アルトミュール川を従って、トロイ・ヒトリンゲン駅で、グンツェンハウゼン方面とプラインフェルト方面に分離される路線案を決めた。議会は1863年9月24日後の議案を実際に議決して、同年10月5日マクシミリアン2世は、インゴルシュタットからグンツェンハウゼン及びプラインフェルトまで、鉄道を建設する法律案に署名した。 インゴルシュタット・トロイ・ヒトリンゲン区間の建設工事は1867年11月11日に始まり、1870年4月12日に開通式がバイエルン王立鉄道により行われた。2番目の線路が1891年までインゴルシュタット・トロイ・ヒトリンゲン区間で付設された。1935年、 アウクスブルク・ニュルンベルグ区間が電化されて、電気設備がこの路線にも設置されるべきであった。しかし、第二次世界大戦のため、電気運転はミュンヘン・ダッハウ区間のみで実現された。終戦後、ドイツ連邦鉄道はパッサウ・ニュルンベルク・フランクフルトの路線にとても優先した。そのゆえこの路線は1960年代の初期に電化された。 インゴルシュタット・トロイヒトリンゲン区間の電気設備は1962年5月27日に完全に備え付けられた。1981年3月8日に E3238 編急行列車がタウバーフェルト駅へ間違いの線路へ侵入して分岐器の欠陥のため本線で待機した DG78124 編貨物列車と衝突する事故が発生した。 この事故で、急行列車の機関士が死亡して、32人が重軽傷を負った。1980年代には、ミュンヘン・アウクスブルク線とアウクスブルク・ドナウベルト区間の最高速度はすでに時速 200km に到達した。1983年8月ドイツ連邦鉄道のニュルンベルク管理局は、中央部署にニュルンベルク・ミュンヘン間新線の建設法案を提出した。 1987年に8つの路線候補が検討されて、ミュンヘイン・インゴルシュタット区間で時速 200km の工場が6つの路線案で共通的に提案された。第5路線案はトロイ・ヒトリンゲン・インゴルシュタット区間の高速化を内容として含めていた。1990年代にミュンヘイン・インゴルシュタット区間の最高速度はすでに時速 160km に至った。 列車の走行速度を上げるために、ミュンヘン・インゴル・シュタット間が分割されて、改良工事が行われた。まず、ミュンヘン・オーバー・メンツィング・ペタースハウゼン区間では、時速 200km の走行速度向上及び、S バーンの線路のための工事が行われた。1996年に S バーン観光船の延長が、ダッハウ・ペタースハウゼン区間で企画された。 オーバーメンツィング・ペータースハウゼン区間は2006年12月に最高速度時速 200km の区間となった。最高速度に対応する要、極率半径は最小 1548m、設定カウント量は最大 160mm、カウント不足量は最大 150mm として想定された。 ヘルベルツハウゼンにある 4.5km 距離の線路は2003年4月に約 800m ほど東へ移設された。エスバーン観光線の建設工事もオーバーメンツィング、ペータースハウゼン区間で行われて2003年4月にダッハウ北側ペータースハウゼン区間が2005年11月に残りの区間が開通された。観光線の完成によりズバーン列車の運行間隔が ダッハウミュンヘン区間で緊密となった。乗降場では利用しやすさの設備が備えられ、駐車場が拡充された。2002年にインゴルシュタットとロイヒトリンゲン区間線路の全般的な改修が始まった。2004年4月14日、ドルシュタイン駅でに編成の貨物列車が、信号誤作動の原因で互いに衝突する事故が発生した。2010年7月に、 ペタースハウゼン・インゴル・シュタット区間改修の起工式が象徴的に行われた。線路の改修と立体交差の設置はこの改修工事で計画された。ライハーツ・ホーフェニ駅は線路移設工事の過程で500メートルほど北の方向に移転されて2011年6月にバール・エイベンハウゼン駅として開業された。 ペタースハウゼンローアバッハ区間の工事は2015年8月終了して最高速度は時速1 9 0キロメートルとなったロールバッハインゴルシュタット区間は時速1 6 0トルの走行区間に改良されている2016年7月インゴルシュタットアウディ駅の新設契約が締結された2018年3月に工事が始まって 2019年12月、アウディ駅が開業した。ファーレンバッハ区間で走行するアイス1列車、ゾルンホーフェン駅に進入する、快速列車ミュンヘイミン,ンゴルシュタット区間で往復する、アイス列車の系統の中、アイス28系統及びアイス41系統の列車は、インゴルシュタット中央駅で停車しない場合が多い。 インゴルシュタットとロイヒトリンゲン区間は、ニュルンベルク・インゴルシュタット高速線の開通以前に、遠距離輸送の部門で重要な区間であった。2010年12月まで、ユーロナイト列車がこの区間で運行された。地域輸送の場合、ミュンヘン・ニュルンベルクエクスプレスを含む、様々な列車系統が運営されている。ミュンヘン・ペタースハウゼン区間は、ミュンヘン運輸連合の運賃システムにより管理、されている。 パインドルフドルンシュタイン区間はインゴルシュタット運送会社の運賃システムの適用区間である。ゾルンホーフェントロイヒトリンゲン区間はニュルンベルク公益運輸連合に属する。ありがとうございます。